はい、9時ぐらいに来ました。9時じゃないかな、はい、ちょっと定かじゃないです。まあなんて多いのか少ないのか、なんて言えばいいのか分かんないような状況ですけど、これは寄せられてグワってなってるから昨日溜まったんだろうね。これね、こんなに高くなかったよね。今も海には軽石が浮かんでますね。ここも北東の風でたまるところ、水面に軽石が浮かんでます。でもまあ量はそんなに多くないですね。ちょうど沖でカヤックやってますけど、その横を軽石の帯がずっとありますね。流されてあのまんまここにたどり着くんでしょうね。でこんな感じで、打ち上げられていくんだと思います。はい、で川の中はまあずっと北風なんで出られないですよね。昨日よりも溜まってますね。昨日もうちょっと向こうで軽石はこのラインがあったんですけど、今だいぶまた溜まってますね。でもうまく蛇行して渡りやすくなってます。これは助かるね。はい、軽石が全体に広がってる感じかな。こんなになかったのにね、昨日は。もっと北東の風でたまるエリアにギュッて集まってた印象があるんですけれど、今日はここにもこんなにたまってるし、今日は北東じゃないのかな。じゃあこれは、あでもあそこにもいっぱい溜まってるね。本当に、昨日一昨日恩納村大体全域を海岸線見たんですけど、このマリブビーチほど溜まってるところはもうなかったですよね。なんでここはこんなに溜まるんだろうっていうぐらい、まあ前田岬がね全部受け止めてるんだろうけど、それにしても本当にこんなに溜まってるってすごいな。たまたま、店のそばだったんでマリブビーチを選んで定点観察を始めただけなんですけれど、こんなにここが溜まる場所だったなんて後々になって今更になって分かることですね。まあ、確かに10月11月の砂漠はすごかったんで、その時に他のエリアがあんな砂漠になってたかっていうと、ああでもなってたね、なってた、いろんなとこが砂漠みたいになってましたね。ああこっちの川なんかもうセメントみたいになってますね。ただ最西端のあの西の端の壁のところはなんか少なくなってますね、軽石が。ここの川のところも雨水で川ができるところなんですけど、溜まってますね。はい、西橋最西端、軽石少ないね。
ただ明日の天気予報見たらなんか西風とかも書いてあったんで、本当にあれここ綺麗になってるね。ここまで海来たんだね。ここまでね、ここすごい綺麗になってるね。でもこのでっかい木とか動かなかったんだ。ここまで海来たんだね。さすが大潮。でもそれでね、残念ながら北風だったんで、綺麗にはならなかったってことですね。はい、また次回の大潮で南風が吹くことを頑張って期待しましょう。はい、じゃあ写真撮ります。はい、最東端来ました。すごい綺麗ですね。昨日北東の風が吹いたらたまるエリアのこの辺に軽石がすんげーいっぱいあったんですけれど、今もちょっと水面には浮かんでますけど、あそこも浮かんでるか、浮かんでますけど、まあ西端に比べたら少ないし、もっと溜まってると思ってたんでちょっと少なくて意外ですね。でこっちの川の中の軽石もなくなったっていうよりかは向こう側に出たんでしょうね。ここまで海は来たと思うんで、ここでここに溜まっちゃったんでしょうね。はい、ちょっとバッテリーがないので動画は少なめで回します。はい、バッテリーがまだ持ちそうなのでちょっと写真動画を残り撮って、軽石が帯状になってるのが映りますかね。あの辺、あの辺、あのこの辺か、この辺映んないかな。はい、全体見た感じでは東側は結構綺麗です。こんな感じで、はい、西側がちょっとね多いですけれど、こっちの厚みも結構あります。こんな感じです